や。皆さん、こんにちは。霊夢です。おう、マリサだぜ。リニューアルした韓国経済危機特集は楽しんでもらえてる？これから経済記事を紹介しながら、解説やツッコミを入れていくわよ。俺たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国企業、韓国30大上場企業の第3四半期の累積金融費用。昨年同期比倍以上。それでは、ジンボルトのツッコミを読むわよ。韓国企業の金融費用が急増している。これも想定内の出来事であるのだが、なぜ韓国経済新聞はその理由、ダブルブラックホールについて書かなかったのか。その辺はよくわからないのだが、ジンボルトが韓国債、社債、CD などをウォンニャス速報で毎日記録するほど韓国金融市場の金利は超高騰している。大体、サムスン電子やロッテなど AAA の最高格付けで社債の金利が 8% とか、凄まじいことになっている。その金利が急騰している理由については動画で何度も取り上げたが主に3つだ。1つは米利上げやインフレ抑制による政策金利の引き上げ。先日、韓銀は 0.25% 引き上げて、韓国の政策金利はなんと 3.25% になった。10年ほど銀行に預金すれば、資産が2倍になるような金利となっているが、実際、金利をこれ以上、上げても 3.5% 程度が、限界だとジンボルトは見ている。なぜなら、韓国経済危機はますます深刻化して、本来なら金利はゼロ金利でも、良いぐらいの実情だ。それなのに金利が 3.25% もあるのだ。それによって様々な弊害が、一気に吹き出してるので阿鼻叫喚。毎日、経済動向を見るのは非常に、興味深いわけだが、今回もその影響だ。二つ目は輸出が激減して、企業の業績が悪化していること。企業の業績が悪ければ、当然、金利を高くしないと資金調達が、できなくなる。すでに166兆ウォンの、資産在庫が山積みと指摘しているが、これは企業の販売が減少しているから在庫が、溜まっているのだ。つまり、韓国企業の全体的な業績が、振るわないから金利が自然と、高くなる。そして、最後は皆さんもよく知っている。米国債の利回り上昇や、関連債、銀行債の大幅発行だ。特に関連の今年だけで、30兆ウォンという天文学的な赤字を埋めるため、大規模に社債を発行したことで、それ以下の格付けの社債が売れなくなり、金利が高騰した。もちろん、レゴランド不渡りや、フングッセン4億ドルの、コールオプション更新見合わせなど、不必要なイベントを、やらかしたことも十分、影響してるが、そのおかげで債券市場は凍りつき、企業の資金調達は地獄絵図と、化した。今回はその最新状況である、記事の要点を整理してから分析していく。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、今日もしっかり読んでいくぜ。記事の要点。1、サムスン電子、SK ハイニックス、ヒュンダイ自動車、LG 化学、ボスコホールディングスなど時価総額、30大主要上場企業金融会社など、除くの。今年第3四半期の累積金融費用は45兆7775億ウォン、約4兆5777億円と、集計された。2、昨年同期より25兆9796億ウォン、131.2% 増えた金額だ。同期間、これらの企業が納めた営業利益99兆9833億ウォンの 45.7% を占めた。3、営業外費用の一つである金融費用は利子費用と、外貨換算損失、派生商品損失などで構成される。
4、韓国取引所によると、有価証券市場の12月決算事業場企業601社の第3四半期の累積純利益は、113兆2192億ウォンで、前年同期比 12.3% 減少した。5、9月末、サムスン電子、ヒュンダイ自動車、LG 化学、SK イノベーション、ボスコホールディングスなど、国内主要上場企業10社の総借入金は147兆1591億ウォンだった。昨年末より20兆3572億ウォン、16.1% 増えた。6、市場金利は年初より2倍ほど急騰した。金融投資協会によると、同日午前、3年満期 AA 等級社債の平均金利は前日より 0.065% ポイント上がった年 5.581% で取引された。1月3日年 2.46% に比べて2倍以上急騰した。同日、3年満期の BBB- 等級社債の平均金利も前日より 0.064 ポイント上昇した年 11.421% を記録した。金利が2桁に跳ね上がったのだ。7、稼いだお金で利子も返せないゾンビ企業が増え、相次いで倒産の猶予も広がっている。以上の7つだ。順番に見ていこう。では、霊夢。あとはよろしくだぜ。ありがとう。引用もいくつかあるから寝てちゃダメよ。さすがに収録中に寝落ちはしないぞ。本当かしら。では、読むわね。まず、一打が韓国大企業の累積金融費用が増えた。理由については冒頭で解説した。なぜか、今回の記事は理由に全く触れてないので補足した感じだ。ただ、これは9月末までの出来事なので、必要なイベント自体はあまり起きてない。1と2の理由が大きくなる。もっとも、3の米国債の金利上昇はあらゆる金融イベントに関連してくる。影響がないとは言えないが、おそらく11月末はもっと悪化している。次に2だが、累積金融費用が昨年同期と比べて25兆9796億ウォンから45兆7775億ウォンとなり、131.2% も増加したと。おいおい凄まじい上昇率じゃないか。これ来年以降の社債の満期での償還はどうするんだろうな。外国人投資家は絶対待ってくれないぞ。償還できなくなれば1ヶ月経過した後、デフォルトとなるのは中国恒大の一件で皆さんもご存知だと思う。来年、韓国の大手がデフォルトする可能性もあり得ると。まあ、30代上場企業って多いものな。どうせサムスンやロッテ、ヒュンダイ自動車などの大手10代グループ以外は、大したことないのだから、ギリギリ30代企業に入っている新参者が怪しいな。SK ハイニックスやポスコが、やばいって?良いところに目をつけますね。来年、倒産はあり得るかもしれない。その二つの理由については考察していると、記事が進まないので別の機会に、移す。次に3と4になるが、3は金融費用についての、解説だ。これは用語説明なので引用しておこう。では、マリサ、頼んだわよ。営業外費用の一つである金融費用は利子費用と、外貨換算損失、派生商品損失などで、構成される。金融費用が増加するほど、企業の当期純利益と、現金損失力が減少する。金融費用が増え、企業の当期純利益も、大幅に減った。韓国取引所によると、有価証券市場の12月決算上場企業601社の第3四半期の累積純利益は、113兆2192億ウォンで、前年同期比 12.3% 減少した。同期間の営業利益は146兆2452億ウォンで、1% 増加したが、金融費用のため純利益は減少に転じたのだ。引用は以上。霊夢、続きを読んでくれ。
社債の金利などを普段よりも倍以上に高くして発行すれば、その利子負担が将来に発生するので、企業の純利益が減少するってことだ。営業利益が 1% 増加しても、金融費用が増大したので、純利益が 12.3% も減少したと。資金調達コストが増大すれば、利益が減る。まあ、普通のことだ。問題はその金利でも社債を発行しなければいけないほど、韓国企業のキャッシュフロー現金がないってことだ。仮に豊富なキャッシュがあれば、高い金利の社債を発行しなくても、企業の内部留保を崩すだけで、運営資金は賄えたわけだが、韓国企業の場合は自転車総量が多いので、期限を迎える借金を返済するために、また新たな借金をする。だから、金利が高くても背に腹は変えられない。資金調達できなければどの道デフォルトだ。この辺は最後の7に関係してくる。そして、5は韓国企業の借入金についてだ。あのサムスン電子でさえ、多額の借金をしないといけない。なぜなら、半導体の設備投資が毎年巨額だからだ。利益1兆円とか出しても、その半分以上は来年の設備投資費用に持っていかれる。これが半導体の辛いところだ。それでシェアが1位なら儲かるんだが、それも台湾の TSMC に持っていかれた。もう、サムスン電子が半導体シェアで世界1位ではない。しかも、追いつくのは絶望的な状況だ。最新の3ナノプロセスで、ぶどまり率 20%、不良品 80% の半導体を製造したところで、世界的な大企業に相手もされずに、いよいよテスラまで世界大手の台湾の TSMC に切り替えようとしているわけだ。もちろん、3ナノプロセスだけがひどいんじゃない。4ナノも、5ナノもひどいぶどまり率だ。つまり、実際、サムスン電子は儲かっているように見えるが、内情は毎年の巨額な設備投資で、危機的な状況ってことだ。しかも、11月の20日間で、韓国の半導体は前年同期比で、3割も急減した。まあ、それでも生き残るとは思うが、サムスン電子が半導体で、稼げた時代は終焉を、迎えるかもしれないな。他の企業についても語りたいが、残念ながらそれやると文字数が、多すぎて20分以上の、動画になってしまう。編集が大変でジンボルトが、倒れてしまう。6については、ウォンニャス速報やサイトを閲覧している人なら、韓国債や社債については書いてるのでその経緯である。最新の動向を貼っておこう。利上げした影響で金利は少し下げている。CD と CP 金利は利上げしても上がっている。これが何を意味するのか、今のところ、わからない。だから、官銀が利上げに隠れて韓国債に、大規模な介入をした可能性は捨てきれない。韓国債の金利を下げて、社債の金利も下げたとジンボルトは見ている。だから、CP と CD の金利は楽に、上昇していると。これ以外の説明がつかないからな。利上げしたら全部下がるのが、普通だ。最後は7だ。稼いだ利益で利子が返せないゾンビ企業が、大量増殖中と。これは引用しておこうか。マリサ、これで最後よ。頑張って。全国経済人連合会が外部監査を受ける企業 17,827 社を対象に分析した結果、昨年の利子保証費率、営業利益を利子費用で割った割合が 100% 未満の限界企業の割合が 34.1% に達した。市場金利が航空更新を続けているだけに、これらの限界企業の割合がさらに高くなったり、不渡りに直面したりする可能性も高くなったという分析が出ている。ふう、これで以上だ。霊夢、ラストを頼んだぜ。なんと、ゾンビ企業が 34.1% と、これが金融費用増加で一気に増加する可能性があると。大丈夫だ。
来年が本番だ。企業の倒産ラッシュは関連債の資金ブラックホールでほぼ確実に起きる。だから、ストライキなんてやっている場合じゃないんだぞ。ニュースは以上ね。霊夢、ストライキってなんだよ。マリサも、以前に貨物連帯ストについて何度か取り上げたのを覚えてるでしょ。これが、物流、鉄道、医療、学校などが加わって、連鎖ストを始めたのよ。おいおい、韓国経済はパーフェクトストームなんだろう？ストライキでますます損害を増やしてどうするんだよ。彼らには会社がピンチだからとか、関係ないわ。なぜなら、いつもやってるから。もう、習慣なのよ。そういうもんなのか。違うと思うけど。いいの。そこを深く考えてはいけないわ。では、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。